ようございます。花子です。今日は、私の、毎日やっているモーニングルーティーンをご紹介したいと思います。これから起きます。見ててください。だいたいいつも7時前後に目覚ましをかけています。今日も朝から授業に行って、その後は雑誌の撮影、そして打ち合わせと動画編集とやることが本当にたくさん、いろいろもう大忙しのてんやわんやそわんわん。でも一回じゃなかなか起きられません。気が済んだら無事に起きてきます。ここまで5分かかりました。家は南面を向いてます。たまに表情がマナーボードに切り替わったりします。スペックが低いのかな。私はよく足がむくむので、専用の足つぼクロックスを履いて、むくみを取るように心がけています。朝起きると髪の毛はボサボサになっています。そろそろ髪切らなきゃね。ちょっとボサボサなんですけど、見逃してくださいねえ。飼い猫のミルタージャです。今日もとっても可愛いね。エモいな。起きたらまずフェイスウォッシングから始めていきます。とっても眠そう。顔全体をマッサージしながらウォッシングしていきます。フェイスウォッシングが終わったら、次はお風呂に入って、まず顔と体を洗って、汚れをどんどん駆逐していきます。ここはあまり見ないでください。有効温度を設定しました。だいたい30秒ほど行水を行ったら出てきます。カラスじゃないっすよ。お風呂から上がるとまず冷蔵庫を開けてチェックします。自炊はこれでもちゃんとやってるんですよ。続いては朝のティータイムです。水が沸騰する間にカーテンを開けておきます。私の場合はどちらかというと顔に葉緑体が多いので、日光を浴びることで、光合成を行い、二酸化炭素を体内から排出していきます。これでデトックス効果が、あります。それが終わるとインスタグラムのチェックに入ります。暇さえあればインスタをチェックして、みんなからのいいねとかをあるかないか確かめていきます。大体ないですね。茶葉の出汁が出るまでしばらく待ちます。その間にスキンケアをやっていきたいと思います。私が使っているのは化粧水にサルテクトクール、乳液は酒しずくを使っています。
指遊び。お茶を飲むととても心がほっと安らぐメグリズム。お茶は毎日30分ほど飲むんですけども、これがないあるとないで全然お通じが違ってきますし、便の通りが、大きく変わってきます。はい、虚無です。次は朝食作りです。毎朝簡単なものしか作れないんですけど、できるだけ作るようにしています。最近ハマっている朝食はトマトハムレタスエッグトーストです。朝食が完成しました。手のシワを合わせます。続いては体毛のスキンケアをやっていきます。まず乳液を丁寧に塗りたくっていきます。マッサージも同時に行っていきます。足からすね毛などのムダ毛を取っていきます。洗濯はだいたいおすすめのお急ぎコースで洗濯しています。洗濯機で洗うときは、キューティクルを傷めないように乾燥はしない設定でやっていきます。家にネットがない人は、ジップロックにすね毛を入れて洗濯してください。終わったらつけまつげの要領で、元通りになるようにつけていきます。仕上げは毛の並び方を整えて、これで完成です。続いて化粧をしていきます。私が使っている化粧品はこんな感じです。まずはチークから、ブラシを手に取って頬の V ラインから少し上の方に全体を伸ばしていくように塗っていきます。ちょっと攻めたいなっていう気分の時は顔のディフェンスラインを全体的に上げ目にして、相手のオフサイドを誘いやすいようにしておきます。これによって気になる異性に、お、こいつ今日はやる気だなと思わせることができると思います。次にリップを塗っていきます。光沢感を出すために私はアラビック製のヤマトを使っています。発色がとても良くて粘着性に富んでいるので化粧崩れが少ないのが特徴です。私は祖父母に勧められてこれをずっと使い続けています。これで化粧は完了です。化粧ができたら次はお弁当です。今はダイエット中なので炭水化物を中心に、それ以外はあまり取らないように気をつけています。これは1分ほどで作れますし、インスタ映えにもなるので女の子にとってはとってもおすすめのお弁当です。だいたい昼晩の2回ずつ服用しています。
全体的に地味な色なので、偏らないように緑のものも入れていきます。続いて身支度をしていきます。カバンの中身はこんな感じです。基本的には化粧品とヘラとお弁当。リュックに物を詰めて、これで私のモーニングルーティンは全工程終了して、今からお出かけに行きます。さあ、今日はどんな楽しいことが待っているのでしょうか。いってらっしゃい。